同僚や後輩とはどのようにかか、はい、関わっていますかっていうのがあるんですが、何かかありますか、はい、僕はですね、その会社員時代からそうなんですけど、人とあんまり関わらない仕事ができているので、関わってないです、そんなには。だからこの関わりっていうのは結構、あのー、人によって感覚が違うと思うんですよ。岩切さんのもう関わってないっていうのはどれぐらいの感覚なんですか、まあ、もちろんだから、えーと プライベートとか仕事終わってからとか休日に後輩同僚となんかするっていうのはあ全くないです。それはもう、ずっと全くないです。社会人やり始めてから一度もないぐらいじゃないですかね。<っ>その同僚の友達だった子ぐらい新卒で入った会社の。ええー、それはあえてなんですかいや、僕仕事が好きなのと、別にそんなに友達って別にネットのやってる方が楽しかったりするので。<laughs> え、だからそうですね。じゃあ、まず、プライベートではほぼ関わらない、関わってないということで、で、はい、あとじゃあ、仕事での関わりっていうのは、 あもうほとんどないです。まあ、一応、事務の方とかにお世話になったり、すごくお世話になったりして、はい、まあ上司直属の支店長、支社長にお世話になったりとかしてるんですけど、かその範囲で終わる仕事ばかりできているので、今のところはですね。はい、ねまあそういうところに自分を置いたっていう最初の話に戻るんですけどいやだからそうですよね。最初の話ですよね。ねだからほんまに、まずそれが苦手やのに、克服しようとするよりは、ね、あそうそう。僕、克服するってあんまりこの意識としては持ってなくて、その手前のところの 克服って戦術じゃないですか。うんうん,う,んうんうん。はい。要するに不利など状況だけをどうするかっていうのは克服、戦術ですけど。よりは戦略の方で。不利な状況に自分を置かないためにどうするかっていう手前のところをすごい考える仕事の仕方をしています。そうですよね。これはまさにそうですよね。だから僕らちょっとどうしても禁止眼というか、うん、やっぱりどうにかそっちに合わせようとするけど、はい、それをもっと前の話、ね。もっと前の話で。はい。うんうんうん だからもう、これを答えとすれば、もう同僚と後輩とは関わらないってことですよね。関わらなくても支障がない仕事をは探す。そうか、そういう会社に行くっていうのがそうですね。ね